ロウォーズファンの皆様、おはようございます。オーロラに新スキンが実装されて数週間が経過しつつありますが、皆さんはオーロラのパワーアップを実感されているでしょうか？先日オーロラに実装された新スキンは、オーロラの魔法攻撃を強化するロマンチックスキンでしたが、この新スキンを実装した結果、オーロラの魔法攻撃のステータスが最大で10,650も上昇したのです。オーロラのスキルのほとんどは魔法攻撃力に依存しているので、今回のロマンチックスキンの実装は、オーロラの総合力をかなり高めることにつながったみたいです。オーロラはタンクの中で一番人気だと思うけど、5種類のスキンの育成とペットのケインの育成を考慮すると、低予算プレイヤーには手を出しづらい存在なんだよね。さて、カーク信者もオーロラについては以前から一目を得ているのですが、何やら、オーロラ一人でヤスミンを撃退できるほど強くなっていると視聴者様から教えてもらったので、それを実際に試してみようと思います。この戦闘に登場しているオーロラとヤスミンは共にマックスパワーの設定で、ペットのケインを二人のパトロンにしています。なお、この戦闘では、チームペットなしの状態で検証をしています。ヤスミンといえばカークを簡単に倒してしまうほどの攻撃力を持ったダメージディーラーですが、そのヤスミンがオーロラと一騎打ちをしています。オーロラはヤスミンの毒攻撃で徐々に体力を奪われていきますが、オーロラはヤスミンを切り刻むように攻撃を繰り出し、最後にはヤスミンを倒してしまうのです。一騎打ちという特殊な状況下を考慮しても、いかにオーロラの戦闘能力が高いかお分かりになると思います。いや、全然わかりません。これは一騎打ちという特殊な検証だから、このような結果になるんじゃね？このように思われるアンチ、オーロラの視聴者様もおられると思うので、オーロラと同じタンクのギャラハットにも、ヤスミンと一騎打ちの勝負をしてもらうことにしました。この検証では、ギャラハットが有利になるかもしれないと思いつつも、ペットのオリバーをギャラハットのパトロンに設定してみましたが、結果は、ギャラハットがわずか24秒で倒されてしまう展開になったのです。どちらかといえば、攻撃力と防御力の両方を兼ね備えていると言われるギャラハットの方が善戦するイメージがありますが、実際にヤスミンと一騎打ちをさせた場合、ヤスミンに勝利するのはギャラハットではなく、オーロラだったのです。まあ、ギャラハットを引き合いに出さなくてもよかったんだけどね、あはは。オーロラ育成の話をちょっとだけするよ。すでに多くの視聴者様がご存知だと思いますが、アリーナやギルド戦の戦場に連れて行くチームペットは、アクセルが一番人気になっています。同時に数匹のペットを育てると、カオスパーティクルがいくらあっても足りなくなるので、普通はチームペット1匹のレベルアップに専念するプレイヤーがほとんどです。さて、オーロラを育てる場合は、ここで問題が生じるのです。なぜかというと、オーロラが圧倒的な回避能力を発揮するには、オーロラのパトロンとしてケインを育てる必要があるのですが、ケインを育ててしまうと、チームペット用のアクセルの育成が遅れてしまう弊害が生じます。2匹のペットを同時に育てている人も大勢おられると思いますが、同時進行だとどうしてもチームペットのアクセルの育成が遅くなってしまうのです。アクセルをできる限り優先して育てたいと考えつつも、オーロラのパトロンになるケインも育てたい。このような状況は、二頭追うものは一頭燃えず、ということわざが示すように、あまり好ましい状態と言えないのです。そこで、ペット系イベントなどで課金をするか、バンドルの購入となるわけですが、この点が、オーロラの育成は敷居が高いと言われるゆえんなのです。その点でカーク信者は、ことわざの持つ意味を十分理解しているので、1年9ヶ月間も一頭追い続け、フェンリス一筋に餌を与え続けた結果、つい先日、フェンリスがマックスパワーまで到達したのです。ねえねえ、それで、フェンリスをマックスパワーまで育てたけど、チームペットとしてフェンリスは有能なの？いや、どう考えてもアクセルをチームペットとして採用した方が勝率が高くなるんじゃね？今はちょっとだけ後悔しているよ。
それでは、今回も動画を最後までご視聴していただき、ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。